抵抗期ってなんだろうなってことで、今回は行っていきたいと思います。電子部品の中で最も使うものと言っても過言ではないでしょう。役割や構造も合わせておさらいしてみましょう。それでは本日の主役が登場です。抵抗といってもいくつか種類があります。今回は固定抵抗の中の金属被膜抵抗を使います。炭素は安い分抵抗値のばらつきが大きく温度特性が悪いです。金属は少し高いですがばらつき小さく温度特性が良いです。見た目はこんな感じ。金属は大体が青色の色合いです。炭素被膜は茶色の色合いですね。被膜抵抗の構造ですが、絶縁体であるセラミックの棒に胴体が塗布されて覆われています。胴体の種類で炭素被膜か金属被膜か分かれることになります。この表面の被膜に螺旋状の溝が切られています。この溝の幅や数で抵抗値が調整されています。両端にキャップがしてあり、リード線がつながっていて固定抵抗の出来上がりですね。あとはコーティングされて抵抗値と誤差を示すカラーコードが付けられます。それがいつも見てる固定抵抗なわけですね。それじゃあ興味本位で表面を削ってみましょう。電動ルーターを用意しまして、表面を薄く削り取ります。表面を削って中の胴体部分が見えました。銀色のところが金属被膜、青のラインで残っているのが螺旋の溝ですね。回してみると溝が見えやすいでしょうか。抵抗値の違う3つを削ってみました。上から 1.2 オーム、330オーム、10キロオーム。溝の入り方が本当に異なっていますね。続いて抵抗器の役割を紹介します。主には2つでしょうか。1つは電気エネルギーを熱に変えることです。これによって熱に変わった分電気エネルギーである電圧が降下し、電圧を分けることができます。熱に変えた分抵抗が熱くなります。どれだけの熱、つまり電力を扱えるか示すものが定格電力と言われます。2分の1ワット、4分の1ワットが一般的な定格電力です。ものによって違います。定格電力を超えて使うとどうなるか実験してみましょう。今からこの 1.2 オームの抵抗に定格電力4分の1ワットを超えて使用してみます。電圧は3ボルト。3ボルトに抵抗 1.2 オームなので、電流は 2.5 アンペア、電力は 7.5 ワットですね。底核電力が4分の1ワットなので、0.25 ワット、消費電力が 7.5 ワット、なので、底核の30倍となります。それでは、電源をオンします。発熱に対し、放熱が追いつかないので、温度がぐんぐん上がります。赤熱していますね。燃え尽きて胴体が焼き切れてしまいました。底核は電圧、電流、電力、使用温度なんかもありますので、使用方法を守って使いましょうね。回路図も見ながら説明します。電源 10V に
抵抗10オームをつないでいます。1アンペアが抵抗に流るわけですが、電圧は電流と抵抗の掛け算なので10ボルト。電源10ボルトを抵抗で10ボルト使って0ボルトになるということです。今度は抵抗が2つで分圧を確認しましょう。2つになりましたが、1個あたりの抵抗値は半分に、合計の抵抗は10オームと変わりません。なので電流も変わらず1アンペアが流れています。回路全体で見ればさっきの抵抗10オームの時と変わりませんね。電流1アンペアから2個の抵抗の中間地点の電圧を計算してみましょう。電流×抵抗値で電圧が出ますので、抵抗1も抵抗2もどっちも 5V の電圧を使うことになります。電源 10V で、抵抗1で 5V 使って中間地点が 5V、 抵抗2で 5V 使って 0V になるわけですね。抵抗値が変わってもこの関係は変わりませんね。抵抗器の役割、その2つ目ですが、電気エネルギーを制限することです。さっき燃え尽きた 1.2 オームの抵抗も、例えば 1.2 キロオームの抵抗であれば、電流が 2.5 ミリアンペアしか流れなくなるので、電力も 7.5 ミリワット。電流を制限することで、定格電力の範囲内となります。なので、LED を光らせるために10ミリアンペア流したい、とか、トランジスタのベース電流を 0.5 ミリアンペア流したいとか、そういった用途です。オームの法則を知っている方には、簡単な内容でしたかね。まだ、オームの法則わからない方は、調べてみてくださいね。少しでも、電子工作の世界に興味を持ってもらえたら、幸いです。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。少しでも、いいね、と思った方、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、またね。